ソフトバンクは FA 宣言した、オリックス山崎福也投手31の獲得はならなかった。19日に大阪府内で初交渉を行い、推定で4年総額12億円超の交渉権を提示。金額面で誠意を示したが、パリーグのライバル球団への移籍が決まった。FA 戦線では西武山川穂高内野手32の獲得に全力を注ぐことになりそうで、推定4年総額20億円規模の条件を提示するとみられる。競争相手単年2億の西武なのにそんなに出す必要ある？嘘やろ。そんなに出さんでも取れるやろ。山川なんか4年4億でも取れるだろ。他に行く球団なんかないし。やばすぎて草。今しめの FA。山川はハムと山崎に感謝せな。山崎取れなかったおかげで大幅アップしたやろ。みそぎは済んだな。もう決まってんだろ、さっさと消えろよ。パリーグのストーブリーグ楽しすぎやろ。言うて山崎よりはるかに格上やん。2年4億でも高い。いざ行け年俸バカ高球団息子。やっぱり球界は山川を求めてるんやね。女とやっただけやしな。他12億なのに日韓はずっと20億主張やな。実際はどっちも違うんだろうけど。まだ31歳なんやな。今が全盛期やん。はよ発表せいや、安楽やらかしでサイレント入団できるなんて神様からの贈り物やぞ。安楽のおかげでハニトラ不倫が霞んだからな。よし、民事裁判やな。民事で負けた場合球団どうするつもりやろか。出来高がほとんどなんだろ。こんな事故物件よく取るわ。必死すぎやろ。今しめだからね、仕方ないね。どこと競ってるんや。去年は7年70億とまで言われてたと思うとだいぶ安いな。ソフトバンクってなんか虚しいチームだよな。そこまでして狙うのが高々数年ぶりの国内日本一やろ。なんじーみんまた負けた。どう見ても必要なの幸也の方やないのこれ。取れたとしても貢献は高が知れてるのかもしれんけど。